新型コロナ感染の自宅療養を終えた岸田総理大臣は記者会見し、反発が強い来月の安倍元総理の国葬をめぐり、改めて理解を求めました。国家元首、首脳レベルを含め、多数の参列希望が寄せられております。こうした各国からの敬意と調意に対し、日本国として、 礼節ををってお答えすることとが必要だとの思いを強くしておりますその上で岸田総理は国葬に関して実施を判断した総理として正面から答える責任があると述べ国会に出席し自ら説明すると明らかにしました。 また、新型コロナの水際対策については1日の入国者数の上限を来月7日から5万人に引き上げるなど緩和の方針を表明しました。